景気とは、日本の高度経済成長の始まりの1954年12月から1957年6月までに、発生した好景気の通称のことである。1955年までは、数量景気と呼ばれていた。1956年、日本初代の天皇とされる、神武天皇が即位した年以来、例を見ない好景気という意味で名付けられた。 この攻撃機は1950年から1953年における朝鮮戦争中朝鮮半島へと出兵したアメリカ軍への補給物資の支援破損した戦車や戦闘機の修理などを日本が大々的に受け負ったことによって日本経済が大幅に拡大されたために発生したこの攻撃機によって日本経済は 戦前の1940年の最高水準を上回るにまで回復し、1956年の経済白書には、もはや戦後ではないとまで記され、戦後復興の完了が宣言された。また、後継気の影響により、耐久消費財ブームが発生、いわゆる三種の人儀が出現した。1956年末には、景気が大幅に後退し、 結局、日本経済の上部だけを潤しただけということから、アマテラスケーキと呼び換えられたが、この名前は、一般的なものとはならなかった。また、当時は、神武以来の〇〇という言葉が流行した、神武以来の天才など。なお、この後景気が終わると約1年間の鍋底不況に陥っているが、その後には42ヶ月間続く岩戸ケーキと呼ばれる。 好景気が発生している。ありがとうございます。